ちは。この度北区議会議員選挙に立候補いたしました佐藤圭介です。私の公約は以下の3点となります。まず1つ目は北区議会において外国人生活保護の件数およびその割合、そして国籍物の詳細を明らかにし公表いたします。そして議会でこれの廃止を訴えます。2つ目ですが、外国人の国保滞納率についての件数および日本人に比べて滞納率がどうなっているかに関しまして、これを明らかにし公表いたします。3つ目ですが、成果の見えにくい委託事業および補助金事業についてこれを調査し、疑義がある場合はこれを徹底的に糾弾いたします。またこれに関わっている議員や区役所員がいた場合はこれも追及してまいりたいと思います。今の北区を次の世代に引き継ぐため、日本人による政治を行うため、皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。外国人の健康保険の滞納ですね、豊島区では 53% の外国人が支払っておりませんでした。累積滞納額3億円弱と、とっくに制度として破綻しております。北区においても相当高いと思われます。外国人の国庫滞納率を調べてもらいます。皆様ご投票佐藤圭介よろしくお願いいたします。あと北区 のお住まいの方、お知り合いいらっしゃいましたらば、ぜひともお声掛けよろしくお願いいたします。